バーバラ・ハットンバーバラ・ハットンは、アメリカのミリオネア、ソーシャライト。大手スーパーマーケットチェーン、ウールアース創業者の孫。ニューヨークで生まれた。父は、株式仲買人のフランクリン・ハットン。母は、エドナ・ウールアース。母方の祖父フランク・ウィンフィールド・ウールアースは、スーパーマーケットチェーン、ウールアースの創設者だった。フランクリンとエドナの夫婦仲は、決して良くなかった。 エドナは大金持ちの娘でありながら打ち切り社交界が嫌いだった。イエール大学でのエリートであるフランクリンは派手好きで女性関係が絶えない男だった。1917年、精神不安定だったエドナはニューヨークのプラザホテルの一室で睡眠薬を飲んで自殺。自分の体の周りにアイリスの花を飾って死んでいった。5歳になるバーバラが 母親の遺体の第一発見者だった。フランク・ウルワースには3人の娘がいたが、孫はバーバラとエドナの妹の息子、ジミーだけだった。エドナの死の2年後、フランクは67歳で死亡。その巨額の遺産の一部が、孫娘のバーバラに残された。不動産、動産を含め、現在の貨幣価値で約5億6000万ドルという額に上る。 7歳で世界で一番裕福な少女となったが、家庭の温かさとは無縁に育つ。父フランクリンは、親としての愛情の薄い男だった。バーバラが成人するまでの彼女の財産の信託は、彼に任され、彼の離職、蓄財の才能で、次々と遺産の額を減らすどころか増やしていった。居場所のないバーバラは、親類の家や、私立の寄宿学校を転々とした。どこに行っても、 金のあることで敬遠された。心を許す友人もなかった。彼女に近づき、財産目当てと他人に揶揄されることを恐れる人。本当に、彼女にたかるための人。バーバラの慰めは、母の愛したアイリスの花を飾り、自分のノートに詩を書き綴ることだけだった。21歳で、社交界デビュー。父はそれを記念して、ニューヨークのリッツ・カールトンホテルで大規模なパーティーを、開いた。 4つのオーケストラ、200人のウェーターが動員された。1930年代の世界大教皇のさなかで、あり、贅沢の限りを尽くすパーティーを、ゴシップ氏は、あのパーティー一つで飢えたアメリカ南部の農民を救えると叩いた。父は、彼女の花婿候補にと、アイビーリーグに通う名門の御蔵師を大成招待、したが、いざダンスが始まると誰一人、 パーティーの花であるバーバラを誘いに行こうとしなかった。彼女とダンスを踊ると財産目当ての男に思われるというのが皆の一致した意見だった。後年、イギリスの劇作家、俳優のノエル・カワードは彼女を表して、かわいそうな金持ちの小さな女の子と呼び、同盟の歌を作った。あり余る金が彼女の孤独を招いているのは明らかだった。 パーティーに出席すると、お金があると幸せも変えるんでしょ。と女性たちにひねくられた。会場から出て待たせていたリム人に乗り込もうとすると、有名人みたさに集まる群衆から、腐ったトマトや卵を投げつけられた。一度、硫酸をかけられたこともあった。安うじデパートであるウールワースの従業員たちは、安い給料で長時間労働を強いられていたため、 創業者一族の娘であるバーバラの桁外れな浪費に怒り狂っており、経営人たちからも苦々しく思われていたのである。彼女はこうした悪意から自分を守るためにボディーガードを雇った。私は世界で一番憎まれている女よ。と自重的に語った。バーバラが一時でも自分の不幸を忘れさせてくれるもの。 それは男しかなかった。生涯に7回の結婚と離婚をしているが、その他にも男出入りが激しかった。彼女と結婚した社交界に生息する男たちは彼女の金目当てのものが多かった。彼女の財産を当てにせず、きちんと仕事を持って働いていたのは3番目の夫で俳優のケイリー・グラントだけだった。元夫は自称貴族の男が4人と噂されていたが、 実際には身分を詐称していたのは最初の夫のみである。また名乗る肩書きがないためバーバラがヨーロッパの小国から借位を買って与えた男という噂も流れたが、それはヨーロッパではなく東南アジアの小国である。元夫たちの多くは欧米の社交界でも知られる貴族でスポーツマンのセレブであったが、彼女の財産目当てで贅沢三昧の暮らしを楽しみ、 やがてはバーバラに愛想づかしされて、離婚する際には、危機として、多額の医者料をせしめていった。これは、ドミニカ共和国の中フランス特命全権大使で、あるが、プレーボーイとして著名であったポルフィリオルビロサでさえ、同様であった。二番目の夫のデンマーク貴族との間に、長男ランスリベントローを設けているが、後年飛行機事故で先立たれている。最初の夫とのハネムーンで、 バーバラ、君は太りすぎだよ。と言われ、ふっくらとした少女だった彼女は、極端なダイエットを繰り返すようになった。固形食料、とりわけ肉は、一切取らず、ジュースやコーラ、ブラックコーヒーといった液体が主な食生活を、続けた。1日、約20本のコーラに、様々な薬物やビタミン剤などを混ぜて飲んでいた。その結果、晩年は、 体重が36キロを下回るほどで、ついには自分で歩くことができず、移動のたびにボディーガードに抱きかかえられた。しかし、痩せれば痩せるほど性欲が人一,一倍になったと自分で言い、男性関係が耐えることはなかった。60歳を過ぎて、バーバラは一晩千ドルでカリフォルニア州のビーチボーイを部屋に呼ぶということまでしていたが、長くは続かず。 誰にも相手にされないようになっていった。1979年、彼女が晩年に過ごしていた、ビバリーヒルズの高級ホテルの一室ですでに、亡くなっているのが発見された。残された遺産は、たったの3500ドルだったという、ウッドローン墓地内のウールワース家の家族墓地に、埋葬される。アレクシス・ムディバーにグルジアの王子と詐称し、欧米の社交界で、次々と有名人と結婚し、 成り上がった、ギオ族ムディバーニ家の一員。クルトフォン・ホグイッツレ・ベントロー・デンマークの伯爵。二人の間に、息子が一人。ケイリー・グラント俳優。イゴール・トルベツコやトルブチフスク公国を支配した、トルブチフスク公の末裔ということで、王子の称号を持つロシア貴族。フェラーリ所属のカーレーサー。ポルフィリオル・ビロサ・ドミニカの外交官で、プレイボーイで有名だった。 ゴットフリート・フォン・クラム・ゼンフツ・オープンの優勝経験があるドイツのテニス選手。クラム・ガンシャクの三男、ビエール・ドン・フランス在住のベトナム人の血を引く科学者で、バーバラがラオス南部にあったチャンパー・サック王国の王子の称号を買い与えた。バーバラが買い漁ったものの一つに宝石がある。カルティエ、アスプレイ、バンクリーフアーペルなど、高級宝飾店の上顧客だった。 最初の結婚の際には、マリー・アントワネットが所有していた真珠のネックレスを、祖父がカルティエから購入し、結婚祝いとして与えた。マリア・パブロブナのエメラルドのティアラとネックレス、アメリー・ドルレアンのルビーのネックレス、イブラーヒーム・パシャの55カセットのダイヤなど、世界有数の名品のほか、日本で購入した大粒のイエロー・パールの二連ネックレスも、所有していた。最後は、 ビバリーヒルズのホテルの客室でバンクリーフアペールのティアラを頭につけた状態で息を引き取っているのが発見された。2012年にランバンはバーバラの宝石コレクションを模したシリーズバーバラを発表した。1987年にファラ・フォーセット主演でテレビ映画化された。 1953年から1959年まで6年かけて、メキシコのクエルナバカ近郊のヒューテペックに、スミヤという広大な別荘を建設した。歌舞伎座を模したシアターや、日本庭園があり、建築材はすべて日本から運ばせた。両暗示を参考にした枯山水の庭は、策定師小栗純造に依頼して、日本の7カ所から庭石を集めさせたものである。 別荘は1993年に、神のレアルスミヤクエルナバカホテルに改装されたが、門には、今でも、バーションハツトミ、スミヤという表冊が残されている。川本サブロー、忘れられた女神たちちくま処防 ABCD ザ、エアレスフーブルザウルル o d b s ビリ b ンズ、オンボトカブレッケファスッツ、セブンハズアンドジュエルズガローレバイ、クリストファー・ウィルソン、デイリーメール、 二十八のベンバー二千八バーバラ・ハトン m a r i a n t o i n t t e p e r l n e c k l a c e i n t e r n e t s t o n e s com。ハット・エランバーンセレブレーションベウグ十七オーガスト二千十二。プア・リトル・リッチ・ガールザ・バーバラ・ハットン・ストーリーア・エム・デありがとうございます。